こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今日はバックヤードの片付けをしたいと思うんですが、その前に一つご紹介があります。今日はある忘れてたものを出します。じゃん、ポルコロッソの蚊取り線香入れ。でも何にも蚊取り線香を刺すところがないんだよね。何これ、どうやって使うの。緊張さんのこれを入れないとダメみたいですね。開けてみます。1個はいつものアトリセンコイル。これは以前娘に買ってもらったやつです。これはポルコロッソ可愛いよね。どうですか。はい、はい、緊張さんのこれを使って行こうかな。こんな感じ。大事に使いたいと思います。そして今日なんですけれども、ちょっと玄関を見ていただいて分かる通り、夏の間ずっと放置しすぎちゃったんですね、お花たち。でもそれを整理する前に、この放置しすぎちゃったバックヤードといっても、岡ちゃん家の自転車小屋なんですけど、ちょっと引いてみるとこんな感じ。倉庫があって、でこっちに棚があって、普段はここにおばちゃんの自転車と娘の自転車が置いてあります。で、あんまり見せたくないんですけど、近づいてみます。こういう感じで、この間切ったバラのシュートが置いてあったり、散乱しすぎてる、散らかり放題の棚の上もこのまんま。そしてここの多肉さんたちも夏の間放置されすぎて、こんな感じ。カレカレの多肉さんがたくさんいたり、夏を迎えると必ず多肉がいくつかダメになるんですよ。さすがに片付けたいなと。
どい。直します。Thank you.
ちもやりたかったんですけど、だいぶ暗くなっちゃったので、今日はこれで終わりにします。今日のお掃除で断捨離できたものはこれだけです。最後にもう一つ、ちびぴのちゃんから悲しいお知らせです。じゃじゃん。いつも見てくださってる人は知ってると思うんですけど、ガジュマル。もうカレカレ、やっぱりダメでしたね。ここも最後左側に2本残ったのを前回1本腐ってて切ったんですけど、これもダメで、でこれ1本で生きてるんですけど、もうほぼダメ。葉っぱが全部枯れちゃって落ちちゃってます。これはもう植え替えようが何しようが、これ1本で支えられるわけがないので、悲しいですけどさよならっていうことになります。皆さんも買うときにはこうガジュマルはちょっとね、ちょっと触ってみた方がいいと思います。悲しいお知らせでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日は、バックヤードを片付けることができたので、次回はお庭、枯れちゃったお花とかを整理したいと思います。またねー。バイバーイ。